はい、どうもこんにちは。ハーブコーディネーターのトミーでございます。今日もアロマテラピー検定の一問一答シリーズですね。はい、もう限定的な問題では若干なくなってきてますけれども、今日も2級編でお届けをしていきたいと思います。ご紹介したい精油は別名宝鐘と呼ばれている、一度はね見たことがあるんではないかと思われる、まあ、このサムネイル画像でピンとくる方は非常に、素晴らしいかと思います。はい、問題に移ってまいりましょう。はい、今日の問題でございますが、近年大量伐採により減少が問題となっているローズウッドですね。はい、アロマテラピー検定の、テキストにも載っておりますローズウッドの非常に、上品な香りの、する精油ですけれども、かなりね絶滅危惧品種になっておりますが、それに代わるですね注目の、和名で宝鐘と呼ばれているクスノギ科の精油を一つお選びくださいという問題です。ございます。はい、選択肢いきたいと思います。 A がまずモミの木ですね。それから B がサイプレス、 C がホーリーフ、 D がホワイトバーチとなっております。今回は、日本の、樹木系とそれから海外の品種とミックスして、樹木系で、まあ、押しておりますですね。はい、男性の方は私も含めて非常に好きな、ウッディ系の香りでございますが、まあやっぱ大量伐採でね人気があればあるほど、まあ効果でね、絶滅に瀕してしまうという悲しい、感じでもあるんですけれども、まあだからこそ最近ね、ご紹介している和製油もね、特に注目でございますので、はい、日本の、地産地消の意味も込めてですね、和製油をぜひ、ぜひ皆さんも使っていってほしいなと思っております。はい、ちょっと余談挟みましたけれども、今回の答えいきます。答えはですね、C のホーリーフが答えでございますね。はい、別名宝鐘と呼ばれている非常に注目の今高いですね精油でございますので、キーポイントで掘り下げていきたいと思います。はい、ホーリーフと呼ばれている精油ですが、宝鐘と呼ばれるクスノキの品種になります。で、台湾や中国南部と、暖かい地域が原産ということですね。まあ、ちょっと日本原産でないのでそんなにね、多く取れないんですけれども、近年は結構、鹿児島県とかの、かなり暖かい県内の地域では見かけることがあるそうでございます。なのでそこから取れた精油は、かなりこう、まあ、純粋な、ホーリーフの精油として販売を一部でされているということですね。はい、まあ、ネットで多く販売されているのは、ケモタイプと呼ばれている、若干異なる品種である可能性もありますので、まあ、学名等をよく確認していただいて、香りを試した上で購入いただければ幸いですね。はい、で、リナロールというね、含有率が高いことからローズウッドの代替品として注目をされております。木を切り倒さなくともですね、リーフ葉っぱから抽出できるので、まあ、ローズウッドはですね、樹木、木を切り倒さないといけないんですけれども、ホーリーフは葉っぱから抽出できますので、葉っぱをね有効活用して絶滅を抑えられるということで、その点も非常に評価に値するということでございます。はい。で、一応、香りとしてはですね、精油はフローラル感のある軽いウッディ調で、上品な香りが特徴ということですね。まあ、あまり好き嫌いに左右されない素晴らしい香りかと思います。あと、予防としては、風邪予防と、あと、リラックス効果が、期待できますということでございます。まあ、ちょっと、やっぱり、希少になってきましてですね、お値段が上がってきてしまってるんですけれども、まあ、でも非常に、香りのいい、コクのある、コクというか上品な香りですので、一度はお試しいただければ嬉しいと思います。はい、では今回はホーリーフをご紹介いたしました。また明日の一問一答シリーズお会いをしてまいりましょう。 See you next time. Bye bye.